前回大量な時間を費やしたのに変な評価でしたね。前回の動画でね、最後の方お金持ちになっちゃって、いろんな、ビジネスを買いまくったんだよね。あの買いまくったのをやってなければ、もっと評価が高かったかもしれませんね。わかんないけどね。前回フリーモードの、確かこれをやったんだよね。会計士でしたね。今度は、ここなんですけど、ここでね、会長になったんですよね。まあ、やってないところをやっていくということで、今回はここからやっていきたいなと思いますね。デンバーから始まりますね。断固たる、俺、行きもわからん。オッケー。この地域のライバル会社は3社。なかなかに厳しいですな。ぼんやりしている時間はないぞ。タスクリストをしっかりこなしていこう。間違えた。なんかやっちゃったな。余計なことを。戦いには負けたが、戦争には負けておらぬわ。35万。マジで何やってんだろう。まあそれもゲームか。ここでセーブしといて、無理かな。全部買うのに112万かかるんで、60だからあと60万ぐらいいるんだけど、40万ぐらいしか今借りられないからね。これを2回借りることしかできないから、今は買収はできない。ネットワークを広げて、郵便の利益、14個のビジネス、木材を将来的には取り入れて布も作るということですね。デンバーから始まる。肉の町だね。牛のビジネス買っちゃってさ。手に入れた不動産をお楽しみください。
ああ、お金なくなっちゃうな、これ。ああ、お金なくなっちゃうから、もういいや。どうやらあなたに勝ったようですね。お金がないからいいよ。やべえな。やだな。駅を作りましょう。買ったんだけどね、トウモコシの方が近いんだよな。でもその向こうに麦があるので頑張ってここをつなげようか。7万しかない。9万かかる。向こうまで行ってからじゃないとね、なんか、ここも、こことここつなげちゃおう。側線をつけて別の列車を走らせようかな。
即戦をつけていかないとね。距離が短いから副戦出か。5万円か5万ドルかかります。5万6000ドル。おお、紙切れですね。何か書いたらいかがですか？あー、そっち行っちゃうんだよな。なんか側線をつけるとね、変な方向に列車が進んじゃうんだよ。そっちにさ持って行ってもしょうがないんだよ。バグっちゃうんだよな。無駄なところを通っていくで引き返す。引き返してくれるならまだマシだよね。整備を受けております。これはシャヤマでノンストップですよ。途中でね、側線とか変なタイミングでつけるとね、こういうことが起きるんですね。何のために止まってんだよ。運転停車か。
痛みなくして得られるものはない。他に誰も入札しなければ当然ですね。なんだっけ、俺がやろうとしてたことは。株価を下げます。買えるなら買いますよ。私の洞察力を信じていただきありがとうございます。新しい駅が利益を生み出すことを祈っていますよ。短いから伏線しよっか。
安全保障。ドネシ、ドネシ、ドネ、ドネ、ドドドドドド、ド。ジャイアン。勝利するのです。違うんだよな。他に誰も入札しなければ当然ですね。間違えちゃったな。電波の次にここに行って、でケリーに行って、電波に行って、デンバーからロッシーに行って、デンバーに行って、シャイに行って、デンバーに戻ってきて、この次に、まあ、いいか。デンバーの次に、ここにもう一回行ったらいいのかな。違うな。ちょっと待ってな。こっからここに行って、そして今度こっからここに行って、で、ここに行って、これはこれを繰り返すだけでいいんですよね。ちょっと待った。これをコピーして、こうすればいいね。もう一つでしょ。走らせて。これは
とこここことここを結ぶ。もう一つです。直接押す。砂糖は バイパス製にしよう。これバイパス線にする前に鉄道を走らせておこうかな。痛みなくして得られるものはない。距離が短いんだよな、微妙だな。ここは並行させなくていいんじゃないかな。ここにポイントつけれるかな。どうだ。
こっちとも住んでバイパスにしようかなと思ったんだけど、やめようかな。ここで思いっきりこっちにやったとしても、そんなに効果あるかな。まあでも効果あるね。あるっちゃあるね。ここら辺だよね。分岐するとしたら。もうちょっとこっちだな。どうかな。まあやってみようか。やってみよう。真ん中に直線をつけるか。使ってくれるかな。とにかく利上げを上げていくということですね。あ、これをつなげよう。使ってくれてます。
トウモロコシは。9月まで。駅の数だけ利益が増えます。ああ、なんで消すんだよ。ムカつくな。どうやらあなたに勝ったようですね。ここにあるのは何でしょう。おお、新技術じゃないですか。
投資値は小さい。肉は待ってんだよな。トウモロコシも、あ、でも発展したな。肉を売りに行く。牛乳。盗んじゃおうか。スパイを忍び込ませるほど悪質な人だったのですか？牛とビール。私のスカウトは記者の人件費削減に貢献しただけです。
あなたの列車はどういうわけかスムーズに運行していないようですね。やべえ、やばいな。おう、よかったね。これ単線なんじゃん。なんかおかしい。あ、でもここはまだ一本しか列車走ってなかったか。郵便列車か。冷凍車はいらないな。
これは私がもらってもいいですよね。なかなかだな。なかなかですね。次の列車が来ちゃうな。早く。タイミングが。なかなかだな。もう来ちゃったよ。もうしょうがない。リセットよ、リセット。街を大きくしよう。肉が余ってますね。麦を持ってきて肉を売る。麦を持ってきて肉を売る。肉ここでしか売れないからな。ここもね、そんなに肉いらねえんだよ。
調査員は真実を明らかにしただけです。布を作ってるとこどこかな。まだどこも作ってないんだ。もうちょっと郵便を増やしたいので新しいマッチが欲しいね。まあなんか直線になってるのでなるべく直線になりたいね。ここにするか、もしくはこっちの端っこのね、こっちにするか。こっちになんかライバル社が来てるから。スパイを忍び込ませるほど悪質な人だったのですか。こっち狙ってみるか。でもこっち肉なんだよね。肉の町もいらないんだ。肉なんだ。あなたの列車はどういうわけかスムーズに運行していないようですね。こっちの方がいいな。
溜まってんね。一番最初にやった時のマップみたいで面白いな、なんか懐かしいね。一番最初ここら辺からさ、キャンペーンのやつが始まったんですよ。1年ぐらい遊んでますね。まだ1年経ってないかな。
ここで服を布を作ろう。これ38。給水筒もう一個置こう。布を作れるようになりたいな。でも他のビジネスがね、立っちゃうかもしれないね。列車の整備が十分になされていないようですね。38万円。どこだっけな、あそこ。でも今お金貯めてるからな。いくらかかんのこれ。まあやらない。38まであとちょっと。人がせっかくやろうと思ってたのにさ、ムカつくな、腹立つな。腹立つな。
これつなげよう。せーな。はあ、これさ短すぎんだよ。結局短すぎんだよね。ですね。何か書いたらいかがですか。こっちまで行く必要性あるかな。ここにあるからな。これやらねえか。小麦があるんだよ。
ビールを肉の町に売りに行くというね。こっちにはビールの町ここにあるんだけどね。肉の町にビールを売る。トウモロコシはこの辺にはないんだね。なんか綿花を欲しいとこがあるみたいなんで、どうしようかな。ここ通過線を作ってそこに、でもね直線区間だからね。あ、でもこういうバイパス線作ったら使ってくれるかな。ちょっと距離を置いてこの辺から このポイントに合わせて、距離がないんだよ、また。これ詰まるんだよ。こういうのはダメなんですよ。
ここも短すぎるんだよな。こういうとこね、詰まっちゃうんですよ。これがね、ちょっと、いやー、でもね、ここでやったとしてもダメだな。結局ここからやらないとダメだな。あなたの列車はどういうわけかスムーズに運行していないようですね。こう行ってこう行くのとこっちの方が近いかな。ふあここ服欲しいんだね。服欲しいのここなんだね。ここ3つ、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 ここが2つなので、ここを、電波を14個の町、地方ビジネス。あと5個つなげたい。56年、あと2年。フルーツとかいるかな。フルーツか。牛乳野菜、牛乳はつないでるかな。牛乳は牛乳4もう走らせてるけど、もう一回牛乳を。
野菜はどこかな。ここに野菜がありますけど、ここにも野菜、こっちの野菜の方が近いか。片田舎に駅を建てるとは素晴らしいですね。そしたら、ですね、僕がやりたいことは、たまに湧かなくなっちゃうね。給水塔も。1。3箇所、3箇所、こっちもね、ここにあるけどね、こっちの野菜はこっちから持ってきたいね。ここは両方から持ってきて、こっちはないから、とりあえずこっちの3箇所だね。これも布作ってんだね。なんで衰退してんだろう。牛、牡蠣、
あなたに関する嘘のない報告が上がってきていますよ。待ってんの。ここ大きい気にしたんでしょ。ちゃうな。思い切って消しちゃおうか。バイパス線作るかな。何かやろうとしてたんだけど忘れちゃった。ちょっと今回はここら辺までにしようかな。終了。